この小さなね、元気なチワワちゃんがもうマジでいたずらをね、したんですよ。こんな可愛い顔していたずらしてるのかという、そんな気持ちになったんですけれども、今ね、タイルカーペット敷いてるんですけど、こう下畳になっててね、実はそう、和室なんですけど、ここにね、このカビないようにしてたこのシートをね、いつの間にか見知らぬ間に噛まれてました。やられちゃった。まあ見張ってなかった僕が悪いんですけども、いや、どうやって破いたの君。なんでちょっと掃除しているんですけれども、いや、間違ってね、食ったかもしんないね、髪を。あー、やっちゃったねって思って、もうやらないでね、おい吸うからな、お前ごと掃除機吸うから、ほんと気をつけないとな。反省しようね、お互い反省しよう。ここはあ、いたずらしてる顔してたわ。犯人だ、やっぱりこの虚無顔だ。まあ、いたずらもこれくらいにして反省しているような顔してるんで、まあ許してあげましょう。たまにね、こういうなんかカーペットをね、噛んでめくり上げるというか、そういう行動するんですけどね、いつの間にかまさか下のやつまで噛まれてちぎられているとは思わなかったです。気をつけます。結構重たいんだけどな、このカーペット。意外とこう見えて力持ちなのかもしれませんね、こんな小さい体してますけれども。あ、遊んでもらえるから尻尾振ってるわ、めっちゃ今日も可愛く何事もなかったかのようにね、そんな一日を暮らしています、一緒にこのチワワと。タダで遊んでもらえると思うな。ぐったりとねしてますね。ちょっと遊び疲れちゃったのか、気がついたらこうなります。ヒーターの前で温まってるね。そこが落ち着くのかな。その舌をね、ちょうどいたずらしたところなんだけどね。お腹触ると連動して後ろ足が動く仕様になっています、うちの犬は。お化けスタイル。まあね、いたずらしてしまうのはね、仕方ないけどね。まあまあ、ちょっと見逃さないようにね、いろんなとこいつの間にか噛んでるからね、気をつけますということで、お互い気をつけましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。なんとチャンネル登録していただくと、スモモがハピネスをお届けしに行きます。可愛いと思った人や癒しを感じた人は動画の高評価もよろしくお願いします。